何あれ。ちょっとこの、まるでクロワッサンみたいなもの何、まあ、キノコやと思うんですけど、何ってこれびっくりしましたね。シンマシバなんですよ、シンマシバ。結構大きいんですよ、これ。これね、名前はね、ノウタケっていうらしいです。調べたら、ノウシンってるから、ノウタケ。キノコといえばやっぱり食べれるかどうか。ヨウキンキが食べれるみたい。熟すると褐色になってきて、悪臭出す液体だそうです。ロウキンキ。この時はもう食べれないそうです。食べちゃうと毒キノコになっちゃうね。で、食べれるかってそういうことなんですけど、ライブ見てないからね。よく観察するとね、よく観察すると剥がれ落ちてる部分があるんです。よく白くなってるでしょ。ということは、これ老菌による影響ですね。食えまへん。ね。